皆さん、こんばんは。あずさだより10月26日号ということで、今日もあずさマリー候補、本当に奮闘を、ねしてまいりました。ということで今日はその報告と明日のまた連絡ということで、はい、まず、候補のあずさマリーさんから報告もらいましょう。はい、はい、今日はかなり各地回りました、はい、最初は雨が結構激しいんじゃないか、うん、ということだったんですけれど、まあ、そんなに降られなかったですよね。良かったです。で、京成成田駅から始まりまして、うん、JR 東、の JR の成田駅東口、今日ここ合計3回やりましたね、うん、で、はい、成田市内回りまして神津の森方面、はい、流し外線して、で、成田駅東口もう一回やりまして、その後下大沢神崎駅、はい、で、神崎町の方の四季の丘、藤ヶ丘で香取市入りまして瑞穂台、そして最後また成田駅東口 JR で、お帰りなさい、はい、お帰りなさい街頭演説いたしました。今日はもう佐奈美さんが大活躍してくださって、はい、各地結構自己住宅地みたいなところ入って、うん、あ、そうなんだよ。 CD 流しながら佐奈美さんがもうすっごい絶妙なタイミングでマイク、うん、パフォーマンス、はい、本当に、ね、いいタイミングでね、いや、うん、広報のあずさんもね、佐奈美さんのずっと流れる音楽の合間合間にね、あずさんまりです、ね、みんなでいいふるさと作りましょうっていうね、呼びかけとかやりながら、結構でも絨毯街で私もね横にいたけど、手振ってくれたよね。あ、意外と出てきたり、はい、カーテンピュッとやってピュッとかね、うん、家の中からとか、うん、はい、車の中から手振っていただきました、うん、そんな感じしましたね。佐奈美さんどうでした？はい、はい、私もその何回か行く時のためにその地名を、うん、運転手の方に聞いて、携帯のメモ書きにメモをして覚えていて、その地名を読むようにしているんですけれども、うん、やはり同じところに2回3回と行きますと、うん、やはりその行けば行くほど皆さんの反応が良くなってくるなっていうふうに思いまして、うん、それは何度も来てるとこうまた来たかって思われるケースと、うん、あ、また来てくれたって思ってくれるケースの2つに分かれると思うんですよ。それで朝候補はあ、また来てくれたっていうふうに街の人たちが思ってくれてるんだろうなって思うとすごく嬉しいっていう気持ちがあるんですね。で、その反面やっぱりこう商店街などを通りますと、うん、シャッター通りですとか、うん、本当にこうお店がもう潰れてしまってそのまま廃墟になってしまってというような、そんな現状もたくさん見ると、こうしたことをやはりこう地域のことを本当に思っている人が今まで政治として行えてこなかったんだなっていう、こう長年のこの重みというものも改めて感じたりいたしましたので、そうしたことを含めてあずさ候補にこれからの大きな期待を町の人たちも持ってくれてるんじゃないかなと思った次第です。そうですね、まあ、皆さん本当にそういう今シャッター通りの話出ましたけど、各地行ってもシャッターはみんな閉まってる。でもこれが、ね、当たり前になっちゃいけないっていうかね、うん、やっぱり胸の痛み感じなきゃいけない。ここに住んで一生懸命生きてみんなで商店街作ってね、仲良くやった共同体がみんな崩壊していった、その姿ってこの何十年のね戦後の日本の姿、これやっぱり悲しいことです、うん、で若い人たちは都会に出ちゃうとかね、うん、ふるさとを捨てていく、こういう状態が、まあ、あったわけですけれども、そういう中でね、今日ちょっと私も和歌山からなんとですね5時に起きて5時半に、駅まで行って、それで6時5分 の, リムジンバスに乗って新宮からですね延々白浜空港まで2時間半、まあんまりちょっと関係ない話になっちゃうとまずいけど、一人だけバスで一人客が、でもそういう中ですごい崩壊していくね、さっき今言った、うん、途中途中で、まあ、朝だからもちろんね、まあ、あれだけどもう、まあ、明らかにもう閉じちゃってる、うん、そういう町々をずっと通っていくわけですよ。で、美しい、それからね朝日の海、こういうの見ながらね、やっぱりね日本の今2人が話してくれたねシャッター通りの悲しみみたいなね、本当に感じました。ということで今日来ましたけど、大変あずささん元気でね頑張っていろいろ安心しましたけども、私からちょっとお願いしたいのは、本当にまだまだ
知名度がね、スタートがもう非常に遅かったしね、なんで知名度がね、なんでできるだけみんなで回って一生懸命頑張ってます。で、応援に来ていただきたいと思います。一人でも多くの人たちが手伝っていただきたい。ビラ配り、チラシですね、チラシ配りとかいろんなことやることはたくさんありますから、ぜひお願いしたいということなんです。それから、これですね、はい、支援金です。はい、はい、こういうことでですね、はい、はい、あずさまりと千葉の未来を作る会、ということですね、このところにぜひ支援金をお願いできたらと思います。支援金、振込口座、ここに書いてあります。千葉銀行ですね、津田沼支店普通預金、はい、口座番号、364、これちょっと見にくいかな、はい、まあ、もう一回言いますね。3946300、3946300、3946300、あずさまりと千葉の未来を作る会、ということですね、この講座。そしてですね、必ず、まあ、振り込んでいただいた方は、お名前、ね、それから住所、ご職業、電話番号、メール、アドレス等、事務所までご連絡ください。無記名だとですね、受け取りないんですよ。ということで、皆さんよろしくお願いします。もう時間もないですけども、いつも貧乏自慢が、我々の事務所でございますから、はい、貧乏ってね、でも負けない、そんなことはなれっこ、昭和カレー好き、貧しさにあれ負けたって言ったら負けないんだよ、はい、貧しさに負けないっつってね、はい、ということでございます。皆さんよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。さて、明日の予定なんですけどね、はい、はいはい、明日は8時から JR 成田駅西口から始まります。そして東口行きまして、いってらっしゃい、おはようございます、はい、成田の方々に呼びかけたいと思います。で、すごいのがですね、いいんですか、言っちゃって、はい、心臓はこうだ桜だより水野君が登場します。水野さんが来てくださいます、はい、そして佐原の水郷であずさまりと出会う、一体どんな出会いが、はい、ね、はい、社長が素晴らしい演出を考えてくださってます。何も考えてるから、いやいやいや、考えてくださってます。いやいやいや、そう、でとにかくね、水郷だからね、はい、そこのところでみんなでね、なんか、水島が水郷に飛び込むっていう噂もある。そんなことはありません、はい、でも何が起こるか、ね、水郷、人が飛び込んだらちょっと怖いですね。怖いですよ、なんか本当に江戸時代の土左衛門になる、ぷかっと、ね、やめてください、はい、社長、お願いします。縁起でもないことを言っちゃいけない。井上忠敬のね、はい、ああいうところとかね、前に一回ね、レポートサラミさんなんかとね一緒にやりましたけども、はい、改めてですね、そういう一種のチーム、こっちのあずさチームとね、はい、真相はこうだチームがどっかでドッキングし、はい、ということで、何かが楽しみです、はい、というようなことで、はい、明日のこれは3時からだったかな、はい、14時半から、14時半、失礼しました、はい、真相はこうだ、はい、これは生なんですか。生でやろう。あ、すごい中継ですね。14時半から、大変ですよ、はい、16時半まで、はい、サワラで何が起こるか、ということで、で最後の締めが18時から19時、神津の森駅辻立ち演説、約1時間予定しております、はいはい、というようなことで、明日はそういう形で頑張りますけれども、今日ね、ちょっと私も言いましたけども、やっぱりちょっと言いたいのはね、皆さん、あずさまり、まあ、それと向こうの本間奈々もそうなんですけどね、本当に勇気のある女性です。それとどこにも誰も、そのこっちでいうと9期か、9回当選した林お父さんのこの地盤、はい、こういうところに完全と立ち上がったあずさまり、向こうも2回年色のね、はい、これ完全と立ち上がったまま、やっぱ地盤硬いですよ、硬いですよ、分厚いですよ、ものすごいです、すごいですよ、でもね、立ち上がったんです、戦ってるんです、はい、皆さんこれで、ちょっと今日言ったのがですね、なんでこういうことができるんだろう、国を愛するってことはもちろんある、国の民を愛するってことはあるけども、それって何に近いかっていうと、お母さんの心、ね、例えば私たちはいつも言うじゃないですか、
絶対に日本は諦めない。それはなぜかというと、 お母さん子供を諦めますか、出来の悪いとかね、なんかあったってどんなことでも最後はお母さんがねいてくれる。まあそうじゃない時々最近親はねいるそうですけど、でも普通の親はいつもお母さんがあのねバカだねと言いながら叱ったり褒めたり可愛がって、はい、本当にいつもお母さんがいるから生きていけられる。無償の愛ですからね。そうなんだよね、はい、でそれが実はあずさまりの心ではないかと。つまり本間なのもそうでしょうけどね、女性としてお母さんの心、つまりダメなものはビシッと叱る、しかし優しいものは優しくする、うん、つまりこういうお母さんの心で実は千葉あるいは和歌山ね、ことをやろうとしてる。だから千葉のおっかさんって言ったらちょっと気の毒かもわかんないけど、いや全然、でもね、はい、あの光栄です。千葉のお母さん、そう私ね、うん、だから最近ちょっと叫ぶようにしたら、お母さんですね、そうそうそう、いやお母さん、お母さん、母さん、あそこいきなり聞いた人どう思われるのか、ちょっと狂ったやつが叫んでるんだけど外線車の上で叫びましたけどね。だからそういうね、あの母心というね、こういうものもう一回ね、日本のね素晴らしさとしてね、あのいつもどこの小説もあるんですよ、母の心。それともう一つ今日ちょっと言いましたけど、あえて言わせてもらいますと、ね、あの先ほど言いましたもののふのね、大和心を寄り合わせ、寄り合わせ、寄り合わせ、ただ一筋の大綱にせよ、これ野村冒頭にというね、あの維新の志士たちが本当に母のように慕ったあのそういう女性なんですけども、もう一回言いますね、もののふの侍ですね、もののふの大和心を寄り合わせ、ね、ただ一筋の、ただ一本の大きな綱にしようと、こういうことですね。もののふの大和心を寄り合わせ、ただ一筋の大綱にせよと、ね、だからこちらは向こうもあの我が家もそうですけど、こういうね、あの野村冒頭人のようなね、そういう意味での日本の母になってもらいたい、新しい日本のお母さんの姿であると、イデオロギーだけじゃないんだというね、伝統的な日本女性の素晴らしさ、それを勇気を持って立ち上がってくれたのがあずさまりであり、和歌山の本間奈々であると、まあ、こういうことを言ったわけであります。じゃあ明日について、じゃあどうぞちょっと一言。はい、はい、明日もあずさまりさんの訴えがいろいろな町の人に響けばいいなと思っております。そしてあずさまりさんは本当にこの千葉10区のお姉さんでありお母さんである、そんな存在であるということを多くの人たちがもっともっと知ってくれればもっとこう変わるのではないかということを改めて思っております。はい、では最後に候補から一言。はい、成田やその10区のですね方で自民党員だったまたは自民党支持者だったという方々の中から、いやもう林本さんだけはもうやっぱりもう投票できない、ウイグルの人権問題軽んじたですね対中非難決議あれを葬ってしまった、これはもう投票できないというお声かなり届くんですね。だからか昨日林本さん高市早苗先生呼ばれて、うん、講演会の中で身内の内輪の中だけで、その私はあの対中非難決議あれを白紙にしたのは私じゃないと、そして対中非難決議通さなきゃ、これから再度、うん、はい、提案したいと思うみたいなことをおっしゃって、まあ、通すとは言ってないんですよはっきり、うんうん、はい、でも前向きに検討するというようなことを言ってるんですけど、これはやっぱり私たちの行動が相当効いてる証拠ですよね、はい、で、はい、今その通りなんですよ、うん、これこういうの私ね、だったらなぜあの産経新聞に対してね、うん、抗議をするあるいは訴えを起こす名誉毀損でね、うん、こういうことやればいいのに何もやらないで、今もちょろちょろね岸田内閣があの非難決議をね用意するやるつもりであるということを言い出したらこういうふうにやる、誠にちょっとね日本の男児としてね、うん、本当に情けない。じゃああなたは二階さんを見捨てるのかと、うん、全くそういうね、あのだから卑怯と嘘は、あずさまりは嫌いでございまして、日本の女性も嫌いです、
大和内しかみんな嫌いです、そういうのは。そう、はい、だから信念もなく、うん、あの妨害したんですよ。そういうことです。だから信念がないからブレるんですよ。でごまかし、ただのごまかしって本当に良くないですよ、うん、もう、うん、そういうことね、なんで議員の椅子にそこまでしてしがみつくのか、うん、はい、そこはね、だからはっきりね、うん、今あのここの今千葉でもそういう形でバチッとやってます。和歌山でもやってます、これ、うん、もうそういう形でね、あの王道というかね、あの本当に言わなきゃいけないことは言う、うん、でも優しくするときは優しい社会を作りたい、うん、そういうことを訴えながら、あずさまり明日からも、はい、まあ罪を憎んで人を憎まず、別に個人的な恨みは全くありません。でもやっぱりこういう子供に見せたら恥ずかしい政治はやってもらっては困るんですよ。うん、あの国益失ってますから、はい、千葉のためにも良くない、はいはい、なので明日も9日目頑張りますよ、はい、頑張ります、はい、せーの、頑張ります。